ウォータータウンの街並みウォータータウンはアメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市。ジェファーソン郡の中心にありカナダとの国境とサウザンアイランドの近隣に位置している。2000年の国勢調査では26,705人が住んでいる。ジェファーソン郡にあるブラックリバーに位置していた多くの滝が名前の語源。ニューハンプシャーからの開拓者がやってきた1800年が 入植の始まり。開拓者たちは、ブラックリバーを軸に、産業の中心となる場所を作り出そうと考えていた。ため、まだ荒れ地であった。この場所を入植の土地に選んだ。ニューヨーク市のセントラルパークを設計した、ランドスケープアーキテクト、フレデリック・ロールムステッドがデザインした公園があり、彼によるデザインの公園を有する町としては、最小の都市である。ウォータータウンにあった。 ブラックリバーの滝により、豊富な水力を供給することができ、19世紀前半は、製造業の中心地として発展した。ウォータータウンが、ジェファーソン軍の中心となったのは1805年、村へ併合されたのは1816年で、1869年に、市へと昇格した。20世紀前半には産業に富み、アメリカ国内にある。 どの町よりも富裕層が多い都市とさえ言われていた。しかし、その後の産業技術と職種の変化により、経済の低迷と人口低下に悩まされるようになる。市の総面積は24.0キロ平方メートル。市内西部には、ウォータータウン国際空港があるほか、アメリカ国内でも、有数の歴史を持つ、商店街のパドックアーケード、ジェファーソンコミュニティカレッジ等が位置している。 ありがとうございます。